どうも、かしたくです。どうもです、やさかです。よいしょ。さあ、今日なんですけども、はい、本日10月1日で、はい、我がカジサックチャンネル、うん、2周年を迎えました。やったー。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にこのチャンネルがね、ここまで大きくなったっていうのは、はい、もう間違いなく視聴者の皆さんが、はい、応援してくださってる方もそうですし、うん、見てくださってる方のおかげでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてもちろん今隣にいるトンボ、そして安武、はい、まあ、他にもメンバーいますけども、はい、チームカジサックメンバーのおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして、我が家族、はい、嫁サック、子サックたち、うん、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。みんなの力があっての2周年。はい、いや、なんか感慨深いですね。いや、めちゃくちゃ感慨深いよ。いろいろありましたから。はい、そしてですね、うん、今回ちょっとお伝えしたかったのが、はい、じゃあ2周年何かしないのっていう話なんですけども、はい、まあ今日で丸2周年ですわ。まあメインチャンネルね、今これそうなんですけど、うん、まあ今日18時にはお弁当、はい、ね、運動会弁当の動画が出てると思うんですけども、うん、実はね、うん、ちゃんと2周年企画用意しております。はい、いろいろ考えました、うん、いろいろ考えた結果、僕がやりたかったのはやっぱり、うん、芸人さんを読んでトークがしたいなという結論に至りましてですね、うん、そしてですね、うん、実はこれ今収録してるのが、そのある人が来てくれたんですけど、うん、その方と収録した後に今撮ってて、そう、もう直後ですよ。もう直後で、もうテンションがちょっとおかしいんですよ、うん、もうね、最高の時間でしたね。もう最高よ。本当にね、やったけ、本当に最高でした。これあんまり言うとネタバレになるんですけども、はい、ある程度のちょっとヒントじゃないですけども、ちょっとお伝えしたいなと思って、はい、ヒントは、はい、まあ一人なんですけど、一人、カジサックの芸歴よりも、うん、ちょっと先輩ぐらい、うん、ちょっと先輩ぐらいの大物ですわ。大物ですよ。いやー、はい、そして、はい、まあ出てくださらないだろうなと僕個人的には思ってた方。そうですね、ずっと言ってましたからね。まあ正直影ではね、うん、影で言うたら言い方悪いけど、裏ではね、出てくれないだろうねっていうのは言ってたんですけども、今回2周年ということでお声かけさせていただいたらですね、うん、出てくださるということで収録はもう終わっております。なのでちょっと編集作業があるんで、出すのはおそらく10月の半ば手前ぐらいにはなると思うんですけども、はい、その時に2周年スペシャルの動画を上げさせてもらいたいと思うので、はい、お楽しみにということでございます。お楽しみにでございますよ。いや、でもどうですか、トンボさん、はい、この2年間、うん、カジサックチャンネルいろいろありましたよ、はい、いろいろありましたね。本当にいろいろありましたけど、はい、ちょっと聞きたいですよ、うん、どうだったか。やっぱりでもね、うん、いや、まあ1周年記念、まあ、100万を目指してやってきたっていうところの流れがあって、そっからの2周年、うん、そうですね、僕の中で言ったらやっぱりね、プロポーズですよ。そうね。もうこれはもう間違いなく、本当にそうですよね。もう人生のもう最大のイベントと言っても過言ではない、プロポーズの瞬間を、このチャンネルで、うん、そしてチームのみんなに見ていただける前で、うん、家族に見ていただける前でできた。うん、そして多くの方に見てもらえたっていうのが、いや、最高の動画やった。いや、もう本当にそれがもう、あれはね、うん、ある意味ね、もちろんトンボとね、リオさん、はい、本当におめでたいことなんですけど、はい、個人的に、うん、うちの子供たちに、はい、あの生の空気、プロポーズの、はい、生の空気を経験させれた、はい、っていうのがものすごいプラスだなと。ああ、本当ですか、うん、はい、あんな子供たちの表情ってなかなか見れない。確かに。から、はい、あれを生で体験させれたっていうのは本当に僕にも思い出深いというか、うん、何よりも幸せそうだったからね。めちゃくちゃ嬉しかったです、本当に、ね、すごい反響ありました。いや、本当ですよ。いろいろ連絡も来た。めちゃくちゃ来ました。もう本当にね、うん、同級生とかからもう全然連絡取ってない同級生とか。同級生とかおるんや。おるだろ。なんで俺の年俺一人ですか。俺の年俺一人だけ生まれたこの地球上に同級生から連絡が来ましたし、あ、やっぱり来てんだね。いや、本当に、ね、いや、よかったです。あれが残せたのが本当に良かったですし、はい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 、はい、よかった、おめでとうございます。ありが、あと、そうですよ、うん、それでいうと僕本とかも、あ、YouTube を語る本みたいなのも、うん、出したんですよ。出させていただいて、ぜひぜひそちらも、じゃあ概要欄。ああ、ありがとうございます。うまいこと宣伝入れたんだそんな覚えたんかお前。いやー、うわ、おもろない絶対買わないでくれよな見たことないよ、そんな。初めて聞きましたね。初めて聞きました、絶対買わないでくれよな興味があっても絶対買わないでくれよな。爽やか。そんな爽やかに言うことじゃないだろ
今のは本気です。本気かい。誰も買わんよそんな。興味のある方はぜひということで、まあ、いろんなトンボの中でもいろんな成長もしたし、そうです。新しいことをブランドも立ち上げたりなんかしてね。そうですそうです。これはあの小部屋の方でも話したんですけど。ありがとうございます。いろいろ動いてますよね。いや本当にだからもう、うん、本当に結構飛躍の年になったかなという。そうですね。はい、でも我々はまだまだ止まりません。そうです。どん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 走っていきたいと思います。はい、そして矢酒、はい、どうですか。いやまあ僕は、うん、個人的なことになるとやっぱ車なんですけど、うん、あ車大きい買い物ですわ、ね、はい、でこれハリアを買って嬉しい、もちろん皆さんに感謝の気持ちっていうのもあるんですけど、うん、それあのトンボさんと一緒で、うん、僕も同級生から電話かかってくるんですよ。それは外国の方なんで帰国子女じゃないの。ヘローつって、ヘローヘローじゃないんですよ。ヤスタケゴリゴリの神奈川県民から買ってください。中高神奈川だったんで。そうか、はい、そうか、そうか、連絡くんねや。でそれなんでかっていうと、うん、僕が芸人やってたのをずっとみんな応援してくれてたんですよ。そうか。でお前がああやって車買えるようになったんだ、よかったねって言って、うん、友達がみんなかけてくれて。いや嬉しいね、はい、ありがたいよな。安田で言うたらね、もうチーム開作、まあ所属じゃないですけども、はい、専門でやってるんですけど、それ以外でも結構、うん、そうなんですよ、仕事もねつながったりして、お仕事もなんかそれこそファッションの、うん、最近でもなんか雑誌のなんか、取材とかの依頼とか、うん、すごい、すごい、すごいことなってますよ、ほんまに。ファッション系のがすごい来るようになるし、ファッション系やって、ありがとうございます。素晴らしいよ、素晴らしいな。どういう感情なの。ファッション系の雑誌の、はい、なんかスニーカーのことでとか、あ、そうやね、アパレルもなんか一緒になんかやりませんか、高菜ばっかりやな。ファッション系とかアパレルとか。それで言ったらカジサクカタカナですよ。ね、やらしてもらってますけど、本当にやらしてもらってますけどもないですよ。僕は嬉しいですよ。そうやって、いや本当にチームのみんながこう、うん、成長していって一緒にこう階段登っていって、はい、うん、でもこう結局集まるところはカジサック、いやそうです、チームカジサックでこう集まってやってる、はい、今後も続けていきたいなと思います、うん、そしてね、はい、ちょっとねまだまあ確定ではなかったりするんですけども、うん、またちょっと新しい動きもいろいろ見せていきたいな、うん、ずっと同じことするのもいいですけども、そうですね、同じようなことするのもいいですけども、うん、ちょっと新しいことも挑戦していきたいなところで、うん、ちょっと一個考えてることがあって、はい、それこそ、はい、プロポーズですよね。プロポーズ、うん、トンボさんの、はい、僕あれもうほんま最高やって、まあ、泣いてもうてんやけど、はい、そうね、本当に最高だったから、うん、俺マジでこのカジサックの部屋で、うん、プロポーズ番組作ろうかなと思って。番組、もう番組、うん、もうだから、まあ、企画っちゃ企画、まあ、番組よね、うんうん、で、今度次は安田芸能やろうとかじゃなくて、うん、本当に一般の方々の本当にプロポーズ大作戦や。そう、あ、応援団、うん、チーム開作は応援団で、うん、全部こちらがいろいろ用意するから、うん、その一般の方が考えたプロポーズ、うん、出てもいいっていう方さる方もちろんね、うん、っていう方の助けになるような応援団みたいなことを番組にできたらどうだろうな、うん、めちゃくちゃいい。俺だから、本当に、あの、僕の時背中を押していただいたじゃないですか。うん、だから僕も、その、押す側を、やりたい。うん、ああ、なるほど。うん、本当に。そうよね。うん、これもう本気で今ちょっと考えてて、はいはい、とはいえね、まだまだ外でこう撮影したりするっていうのがなかなかね、確かに、はい、厳しいとは思うので、もうちょっと先にはなるのかなと、うん。そこはやっぱりこだわりたいから、はい、やりたいことをおっしゃってくれたことを忠実に再現したいなっていうのがあるんで、はい、うん、なんかいいよね。だから僕の中でもやっぱりたまにね言いますけども、うん、家族っていうのはやっぱり素晴らしくて、うん、いや本当よ、で少子化に対して少しでもいいから、うん、なんか貢献できたらいいなって僕は思ってるので、結婚が素晴らしいと僕は思ってるんで、うん、そこになんか後押しできるような、いやもうめちゃくちゃぴったりやわ、うん、俺もう本当にカジサックファミリーを見て、うん、やっぱその思いが高まったし、うんうんうん、だから僕のプロポーズのその動画でコメントとかも視聴者さんからたくさんいただけるじゃないですか、うん、やっぱそういう声もたくさん、うん、結婚をしたくなったとか、うんうん、今いるその彼女に、はい、あの僕も行ってみたいと思いますみたいな、うん、僕のところにも届いてるから、うんうん、めちゃくちゃいいと思う。プロポーズ大使ですよ、うん、本当にプロポーズ大使。イメージと違った。そんな元気いっぱいな感じなんですね。オープニング今ので。今のオープニング。ちょっとわかんないですけど、はい、
でもなんか本当にもし出てくださる方がいるのならば、まだ全然本当にスタートはしてないんですけど、これちょっと新しい動きじゃないですか。いや、めちゃくちゃいいと思います。ちょっと考えてるんで、そういうのも今年来年、もうちょっと落ち着いてからやっていきたいなと思ってます。はい、はい、そして最後にね、本当に視聴者の皆様、はい、いつもチーム改作改作の部屋を見てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、3周年に向けて、はい、また全力で、チーム改作は動いていくので、はい、これからもどうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。